アデンは、主にイギリスの航空機が使用する 30mm 機関砲である。アデンという名称は、設計を行った軍備設計開発機構と製造を行ったエンフィールドに由来する。1940年代後半に、第二次世界大戦でも用いられたイスパノスイザ、HS404 を代替する目的で開始された。 フランスのデファ550やアメリカのポンティアック M39 と同様に、アデンの作動方式はドイツが試験的に開発したものの、実戦に投入できなかったマウザー MG213 を元にしたリボルバーカノンを用いている。アデンの実戦配備は1954年にホーカーハンターに搭載されたのが最初で、その後も1980年代にトーネード IDS が登場するまで、 多くのイギリス軍航空機に搭載された。現行型はアデンマーク4である。初速は秒速741メートルと HS404 の秒速850メートルと比較して劣っているが、より大口径大重量の弾丸がより致命的なダメージを与え、また約1300発毎分というより高い発射レートを有する。さらに改良型として、 アデンマーク5があり、信頼性向上のための多くの小さな改良と、毎分1500から1700へ発射レート高速化のための改良を織り込んでいる。新規の生産はなされてはいないが改良という形で取り替えられ、マーク5ストレイデント解消されている。アデンを内蔵武装として搭載する航空機は A-4SU スーパースカイホーク、イングリッシュエレクトリックライトニング。 フォーランドナット、ホーカーハンター、グロスタージャベリン、サーブ32乱戦、サーブ35ドラケン、シープキャットジャギュア、スーパーアマリンシミター、CAC セーバーである。いくつかのガンポッド型も存在し、ホーカーシドレーハリアーや BAEC ハリアーが、機体化に搭載可能で、スウェーデンには、f f n a デンが存在するが、とりわけ、BAE ホークが用いる。 FFVA 電は、砲本体と砲弾150発を搭載し、全長3.85メートル、満載重量364キログラムである。アデンは、フランスのデファ550と告示しており、両者とも、同射程の30ミリメートル機関砲弾を用いる。アデンマーク5は、アデン25の元となった。アデン25は、 いくらか大型化した兵器となり、アメリカのガウマイナス12イコライザーのように、新規格の NATO25mm 砲弾をより、高速な初速秒速 1050m で射撃する。また、より軽量な弾薬は1650から1850発という、より高い発射レートも、同様にもたらした。だが、開発は、重量削減目標を達成できないという問題に、悩まされた。 最終的にこの計画は1999年にキャンセルされてしまった。この結果、ハリアーグレーン7、グレーン9は機関砲が装備されないまま2010年末に退役した。艦隊航空隊のシーハリアーは2006年の退役までアデンを装備していた。オーストラリアバーレーンベルギーチリデンマークフィンランド、イラクインドインドネシアヨルダンケニアクウェイトレバノン。 オランダ、マレーシア、オマーアン、ペルー、カタール、ローデシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、共和国、大韓民国、ソマリア、スペイン、スウェーデン、スイス、タイアラブ、主張国連邦、イギリス、アメリカが衆国。ありがとうございます。